ピンポポポン、みんな電波届きますか？ジェニチリルルネットワークです。イェーイ。はい、今日はロイが背中のキビを直した方法を教えたいと思います。本当にずっと背中のキビ悩んでて、もともとなんか本当に生まれた時からもうめっちゃ背中綺麗な人種だったんだけど、背中綺麗界隈の人間だったんですけど、なんか私 TBS の初耳枠っていう番組にずっと出てて、でそこでもうすごい過酷なロケをいっぱいしてたのね。3000m の山登ったり、空飛ばされたりとか、いろんな村とか行ったりとか、もうすごいいろんなことしたのね。その時になんか 3000m 山登った時に山小屋で泊まらなくちゃいけなくて、そこの山小屋のなんか山小屋の床になんかそのやべえ虫がついてたのか、やべえ菌がついてたのか、それともなんか持ってきた寝袋になんかついてたのかわかんないんだけど、そこでなんか変な菌をもらってきちゃったっぽくて、なんかそっからもう背中ニキビタイプの背中ニキビ界隈になってしまったんです。あー、だからそっから急にめっちゃ背中ニキビがもう全体ブワーってできるようになっちゃって、もうずっと背中が弱点になっちゃったのね。だからモデルなんですけど、一応モデルなんですけど、肩書き。なんかそのモデルのお仕事するときに、なんか背中を見せなくちゃいけない時もあるじゃん。でもなんか背中 NG みたいな感じになっちゃって、まあでも NG じゃないんだけど、なんかその背中をなんかめちゃくちゃもう全部もうレタッチみたいな、もう全部修正かけてもらって、もう背中をトゥルントゥルンにしてもらった状態じゃないと出せないみたいな、もうそれってモデル失格じゃん。だからもうやばいと思って、なんか1年ぐらいはなんかまあ適当になんかそこら辺にある薬とか塗ってみたりとかしてみたの、あと保湿してみたりとかなんだけど、もう全然ダメで、なんかむしろなんかもうどんどん荒れていく一方で、どうしようってなって1年か2年ぐらいはずっとそのままで、もういいや、背中ニキビ界隈として生きていこうと思ったんだけど、ちゃんと病院に行ったのね。それで病院でなんかこの薬もらったんですけど、ナジフロキサンシンクリームとケトロコナゾールクリーム、もう一回言います。ナジフロキサシンクリーム 1% 等は、ケトコナゾールクリーム 2% いわきっていうやつを、これをなんか混ぜてもらって、ピザみたいな感じで、ハーフ&ハーフにしてもらって、それをなんか最初もマジで、これくださいって言ってもマジこんぐらいしかくれないから、病院の人って。もうずっと使わないと治らないのね。だからもうこんなちょっとだともうすぐ使い終わるから、もう、一番最大でどれくらい出せますかって言って、交渉みたいな、なんか電気屋さんで値段交渉してるみたいな感じで、なんか、どれくらいまで出せますかみたいな感じで言って、一番大きいのを出してもらって、それでもすぐ使い終わっちゃうので、たっぷり、使ってたっぷり塗って、背中全体ちゃんと使う感じで、それを朝晩って感じで、まあ朝も夜も絶対塗るようにしてってやったら結構治ってきて、でこれでもなんか結局ね、この薬って菌を殺す薬だから、ちょっと塗るのサボったらまたすぐ出てくるみたいな感じで、これ塗らないといけない体になってないみたいな、それは意味なくないみたいな、この薬と一緒に私は添い遂げていくのと思って、それは嫌だと思ってたんだけど、その時に私ボディーソープとシャンプーを変えたんですよ。じゃじゃん、ボディーソープ、これ石鹸のやつで、無添加生ボディーソープってやつで、もう石鹸しか入ってないんだけど、石鹸ってやっぱさ使うのめんどくさいじゃん、こすったりとかなんか固形だとさめんどくさいじゃん。これはもう液体で出てくるタイプの石鹸で、しかもなんか容器も可愛くない、青空保育園みたいな、それルイが入ってた保育園の名前ね青空保育園みたいな感じで可愛くないと思って、そうこれ使ってて、でシャンプーもこれちゃちゃーん、無添加泡ボディーソープみたいな感じで、でこれはなんか石鹸だけなんだけど、やっぱ髪の毛ってキシキシしたりするじゃん、まあロイはしないんですけど、そのなんか椿オイルが使われてるらしくって、だからまあ気持ち普通の石鹸よりかはキシキシしないかなみたいな感じで、まあ髪の毛が気にする人は大変だと思うんですけど、結局さ髪の毛洗ってもさ泡が落ちてくるわけじゃん、背中に。石鹸にしたらニキビができなくなってきたのね。そうなんかすぐじゃなくて2ヶ月ぐらい経った時に、待って体質変わったかもしれないと思って、ロイなんかその薬も途中からサボり始めて、で石鹸のボディソープとシャンプーにして2ヶ月後くらいから薬塗らなくてもできなくなったの。やばくない？そうだからなんか石鹸って大事なんだなと思って、結局ボディソープだけじゃなくてシャンプーもこうやって泡が背中に落ちるから、結局背中につくわけじゃん。それでなんかちょっとやっぱり成分が良くないものだとかだとなんかそうなっちゃうから、結構無添加でなんか石鹸を意識してやったら結構治ったので、もしなんか悩んでる人がいたら参考にしてみてください。イエーイ。で、ロイは今背中ニキビがなんかもう、あとね、もう 10% ぐらいでも治るみたいな感じで、もうやばいと思って、私背中汚い界隈卒業なんだけど、みたいな、嬉しいよみたいな感じで、なんかハッピーライフ、ハッピーホームって感じで、タマホームって感じでやらせてもらってます。タマ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 。タマ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  TAMATAMAROY ロイ。はい、って感じです。ここで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれたら好き。インスタグラム、ツイッターは ROY、ROY、アンダーバー、ロクロクロクです。フォローお願いします。バイバイ。